おはようございます。87日目の朝かな。危ない。これじゃもう今日はとりあえず朝ごはんを食べてから動こうかなということで、卵とパンを3枚。本当は卵2個にしたいところなんですが、これ金額云々じゃなくて、今卵が本当に手に入らない。寝ててもいいのに。起きる？起きる？マルコ。起きちゃう？ね。おはよう。おはよう。昨日も話してましたけど、他のワンコ見て吠えるときに、叱ったりこう、マズロをギュって掴んで吠えれないようにしたりとか、じゃなくて、おやつで、釣って、静かにさせるっていうのはマルコにとっても多分良かったと思うし、僕にとっても精神衛生的にすごく良かったです。やっぱりこう怒ったりこう結局叱っても静かにそんなになってくれるわけじゃないんで、自分も少しイライラしてしまったりとか、そしたらもう、こう、せっかく楽しい思い出を作りたくて旅をしてるのに、でマルコにも嫌な思いさせて、全然それじゃ意味ないじゃんって。思ってたんで、うん、お互いにとってよかった。もっと早くそうすればよかった。片付けは終わりました。8時ちょっと前、7時53分。で今日はどれぐらい先だったかな、行き先の候補が2つかな。自転車漕ぐとこう向かい風がちょっと冷たいくらいですが、お父さんやっぱり今日も釣ってますね。豆イカ釣りかな、まずは餌の。はい、お父さんも頑張って釣りしてください。またいつか来ます。はい、ありがとうございます。岩内ってところを出発してからずっと寿都っていう方に向かって走ってるんですけれど、海沿いの道ですね。この辺は結構長いトンネルが多くて2キロ3キロあるんですけど、歩道の幅が多分これぐらい、これぐらいって言うとこれぐらいで、ちょっと自転車で走るには怖すぎる、壁にぶつかりそうで、なんで車道を走ることになるんですけど、車道は車道でやっぱりもちろん怖い。こいつは暗くなると自動的に点滅するライトです。しかもこう振動が伝わらないと、つまり停止している状態では光りません。停止し走ってる状態かつ暗い時に点滅してくれるライトで、このバックのこの部分が反射板になっていて、後ろから見るとここが光って見えます。
で、あとは後ろから車が来たのを感じた時はできるだけ僕がこう振り返ることで顔を見せるようにしてドライバーの人に少しでも確実に気づいてもらえるようにしてます。ただこれから通るトンネルもよく見るとその右側にこう塞がってるところ見えるかな、コンクリート見えると思うんですけど、そっちもなんちゃら名前見えないですけど隧道って書いてあって多分古いトンネルなんですね。でそちらの方はもうコンクリートで入り口が塞がれてると、そういう古い隧道みたいなところを歩行者自動車用として活用してもらえると本当は僕らとしてはすごく助かるはずなんだけどな。トンネルだと安心して走れるんです。マルコのゴーグルのレンズを変えてみました。もしかしたら透明の方がこうマルコにとっては外の世界を見やすくなるんじゃないかな。で紫外線のカット率は変わらないらしいです、メーカーの説明書によると 99% 紫外線はカットしてくれるということなんで、その点は問題ないかな。もうゴーグルを外したいみたいです。なんかもだえてます。少し雲が出てきたんで今またちょっと晴れ間になった。曇ってるならいいかなと思ってゴーグルを外してやりました。今12時5分前で、セイコーマートまであと1キロぐらい、もうベストタイミングですね。よかった。何キロぐらい漕いだのかな、セコマに着いたらちょっと確認してみよう。とりあえずそこでお昼休憩かな。お昼はセイコーマートのパスタ2つ買って食べました。いや、本当チキンゴロゴロペペロンチーノはお得感がすごいです。一本外れた道を走ると本当に静かでいいですね。マルコはどうかな。マルコも気持ちいい？舐めるの？到着しました。ここは寿都にある浜中八重城。あ、もうちょっとあちらの方にある草地がそのまんまキャンプ地ですね。だから砂地に草が生えてるっていう感じ。まあ草が生えてるとまあまあペグは効くんでいいんじゃないかな。でこちらがお手洗いかな、
で函館には一軒ライダーハウス、そのバイクとか自転車で旅する人のために一泊1000円とか2000円とかで泊まれる、まあ、安い宿泊施設ですね、の中にワンコ飼われてるところがあって、そこだったらもしかして僕たち泊めてもらえたりしないだろうかとちょっと勝手な期待なんですけど、2年前の旅行ではこの辺りから内陸の方に入っていって、黒松内っていうところを経由して太平洋側、長万部に抜けていきましたが、今回はまあそのまだできるだけ通ったことがないところを行ってみたいなというのがあるんで、この辺の川の感じいいですね。岸でテント張る場所探すのはすごい大変そうな気がしますけど、まっすぐ行くと上り、右側に行くと多分海沿いの道、そんなに長い上りではなさそうな気がするんですけど、よし、今2時半過ぎで、多分キャンプ地までの最後のセコマによって多分夏季限定かな、メロンソフトを買って食べました。じゃあ今のちょっと取っとけばよかった、お互い自転車の上に乗ってる状態のまんまで止まって話し合ってたんですけど、10分くらいかな、この向こうからやってきた、今こうしてやったら映るかな、少し後ろ姿がスイス人のトーマスさん、東京から旅をスタートしてで2ヶ月ぐらい日本で自転車回るみたいです。で今日は多分僕が見てきた野営場に泊まるんじゃないかな、でその後羊蹄山の方に向かうそうです。今確認してみて目的地までは6キロちょいぐらい、だからトンネルは目的地よりまだ先の方ですね。だから明日はちょっと上りのトンネルがあるということになりますが、しかしこう自転車こうやって乗ってて反対側から同じようにこう荷物たくさん積んでる自転車が走ってくるのが見えた時の嬉しさって何なんですかね。この辺はキツネがもしかしたら多いのかも、っていうかどこでも多いのかもしれないですけど、今小ギツネじゃないかな、1頭だけだったけど、ちっちゃいキツネが道を横断していきました。とりあえず3時40分今日の、キャンプ地に到着と。ここから見えるあの青い看板の先がもう道路なんで、ここから50メートルぐらいなのかな、ちょっとだけ近いかなって気がして、それだけが嫌なんですけど、マルコをそっちには行かせたくないんで。ここにはなんか変な虫、あの蚊ではないんですけど、
なんて言ったらいいのかな、足に止まると多分噛んでるって感じなのかな、あの止まったら痛いんですよね。ちょっとあのさっきから言ってるなんかこの目障りな虫、噛んだ後にちょっと血が出てくるのが嫌で、あの蚊みたいにその血を吸ってる最初に叩いたらその血が見えるとかじゃなくて、明らかにこいつらが噛んだ後からちょっと血が出てるって感じで、それもなんかイラッとする。やっぱりちょっと痒いし、何なんだろうこいつら、痒くなる上に噛んできて痛いってもう最悪じゃないですか。今日進んだのがおよそ60キロ、これぐらいが多分ペースとして一番いいかなと。でしかもまあ今日はかなり平坦な道が多かったんで、これがまあ坂が多いんだったらもっと短くてもいいし、もしくはいい場所が見つかったんであればまたそれも短くてもいいしですね。だから平均すると多分40から60キロ程度進むのがいいかな。今日の晩ご飯はセコマで買ったジンギスカンタレ付き 200g。 しまった、やっぱり今火を通し始めたら寝てたマルコが目を覚ましました。できました。でこれはやっぱりタレも全部生かしてかけちゃいましょう。やっぱり丼で食べるのが一番いいな。マルコには、フードにこの炊けたご飯を少しと、あとチュールを1本混ぜたものをあげてます。今僕の後ろで、うん、食べてます。よいしょ、でもあれ残ったらこっちにご飯入れる。よし、ちょっとご飯に対して量が気持ち少ないかもしれないですが、全然 OK です。いただきます。